この砂漠では定期的に砂嵐が発生していると報告を受けてるわ。近寄れば巻き込まれてしまうから注意してね。風が収まるタイミングを見計らえばやり過ごせるはずよ。了解しました。心配するなって。サワヤ、なんとかなるって。キョキョイ、こんな無印のない場所で方向感覚が狂って、一瞬で迷子か。ただそういう時はあえて危険な通りのする方向に向かうと解決するのよ。危険の香り。そうそう、例えば砂漠の砂嵐。こっちだ。
そんな気はしてたわ。この国の気温は最高で48度になったことがあるそうよ。日本やルーマニアに住んでた4人には答えるんじゃない？そうね。さすがに長時間ここにいるのはつらい。Keep it!
Thank you.